どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回ですねリプレイなんですけれども、今回攻撃側ゴエモンジャパンキヨキヨ、そして防衛側ゴエモンセカンドクロノスということで、紅白戦なんですが強化合宿みたいな感じで、まあその分けてですね、こういう難しい陣、まあ難しいというか流行の陣からしっかりと星2を取ることを目的として、このまあイベント、クラナイベントを開催しております。ここでですね、私が大嫌いなこのイカ型配置、フルフルフルみたいなね、そういう配置なんですけれども、本当に苦手なんですよ。それですね、私がまず星2を取ったリプレイ、そして、80% ぐらい、 70% か 80% ぐらいいった、リプレイも合わせて、紹介していきたいと思います。ですのでこのジンが出てきたら私の動画にですね攻略動画載ってると思ってもらっても結構でございます。早速見ていくことにしましょう。はい、こちらまずですね、まあウォールブレイカー飛びましたけれども、ウォールブレイカーでしっかりと先開けしております。そして下の方、やはり下の方はね防衛施設が少ないんですよ。なので、上、そうですね、なので下にゴーレム、そして後ろからウィザード、そしてペッカーを出してパーセント稼ぎとしての、下でですねユニットを出していきます。そしてちょここでウォールブレイカーギューって開けて、うわやべえ、ボールブレイカー6体使ったのにボールブレイカーで穴を開けられないあるあるね、もうキヨキヨあるある出ました。ここでリカバリーとしてジャンプの呪文を使っていきます。まあ、リカバリーって言うとかっこよく聞こえるんですけどね。そして後ろ、シングル IT があったので、ジャイアントを多めに出しております。そして2発目のね、ジャンプを、ここで、しっかりとサイドカット用のゴーレムも中心部に向かわせようとしています。ここでねジャイアントとババキンが相当な数それて、中心部にゴーレム1体、そしてウィザードももういなくなってアーチャクイン1体しかいないんですよ。まあここでまあゴーレムが合流してきてはくれているんですけれども、これちょっとやべえなって思ったんですよね。まあしかしアーチャークイーンがタウンホール取ってくれるんですけれども、ここでね敵のアーチャークイーンもいますし、こうスケルトントラップもこうめっちゃ出てきてますよね。今ここでアーチャークイーン死ぬかなと思ったんですけど、まあタイミングよくという形でした。そして下の、そうですね、ラブハウンドも向かってきてしまったという形でございます。面の取り方なんですけれども、僕的には悪くはなかったのかなとは思います。下からですね、下は防衛施設の数がすごい少ないので、パーセントをものすごく稼げるんですよ。そこで、上からタウンホールを取りやすいので、取っていくという形の攻め方ですね。まあ今回の、その、ちょっと不安定だった部分は、バーバリアンキングとかジャイアントが相当な数取れてしまったということが、ちょっと、まあ、安定面として、ダメだったかなと思います。はい、続きまして 70% か 80% どっちか忘れましたけども、そのリプレイを見ていきたいと思います。はい、こちらが攻撃側13番コーラゼロさん、そして防衛側クロノスさんというさっきの陣でございます。今回 70% でした。さあどのようにタウンホールを取っていくアプローチをしていくのか見ていきたいと思います。ですね、まず編成は506ですね。やはり506、今のタウンホール10の世界においてゴレ6本当に強いですね。はい、そしてまずは穴開けということで、まず穴を開けていきます。そして、4時方向かな、おそらく3時から6時にわたって攻めております。そして下にゴーレム2体出して、後ろからウィザードで、パーセント稼ぎ用のゴレウィズを出していきます。そしてどう来るの、どう来るの、ここで援軍をまさかの釣らないのか。ここで次はですね、しっかりと中心部に行かせる用のゴレを4体出しております。そして後ろからアーチャークイーン、ババキン出してという形でございます。そしてジャンプの呪文をこっち側に出すことによって、ここの防衛施設がサイドカットされるんですよ。ですので、ゴーレムであったりババキンが中心部に向かってくれるということでございます。こっちのですねジャンプをこっちに打ってしまうと、こっちに流れてしまいますので、ここがサイドカットが不十分になってしまうんですよね。ですのでこう何ですか、プレイ中のサイドカット、いやサイドカットっていうのはこう最初にダダダンってやるのがなんか主流な感じしますけれども、ジャンプの呪文を打つ位置によってユニットを誘導させる、これ本当にうまいリプレイだと思いますね。そしていやもう安定しますよね。ウィザードが死んでいないんですよ。これで安定。そしてロイヤルクローク残しでアーチャークイーン、ロイヤルクローク発動の今 55% なんですけど、見てください、先ほど下に出したウィザードとですね、ゴレウィズ部隊がもう下をですね相当パーセント稼いでるわけですよ。ここ一体をパーセント稼いでおります。やはりこのベースっていうのは最近はですね上から行くとタウンホールは取れるんですが、
もう集中砲火によってパーセントが全く伸びない。そしてこっちから行くとなんかタウンホール取りにくいんですよ。しかし先ほども申し上げました通り、こうジャンプの呪文の位置であったり、こう修正を重ねていくことによって全開ではないですね、もう安定して星に、なおかつパーセンテージ、今の時代ね、そのタイブレイクの導入によって重要となってきますので、パーセンテージが、この攻め方ぜひとも皆さん真似してみてください。ということで今回は流行陣イカ型配置の星に安定ということで、紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。